はい、というわけでどうもこんばんは、ふなです。今回はね、フォールガイスやっていきたいと思います。あのね、このゲームちょっとだけ触りました。左側に映ってるレベルが2になってると思います。うん、ということでね、これを遊んでいきたいと思います。これ60人のオンラインパーティーゲームということで、この60人の中でね、こう勝ち抜いていくゲームでございます。ただね、割と難しい。うん、やってみたらわかるけど結構難しくてさ、うん、まあ頑張っていきたいと思います。やっていきましょう。スピンレースですね。邪魔なものを避けてゴールまでたどり着けということで、そうね、障害物がたくさんあるステージ上を、こう、障害物を避けながら、ゴールの方、目指していくなど、まあ、いろんなね、ルールがあります。やっていきましょう。とにかくね、人が多くてね、人が邪魔なの。見てこの数。60人おる。なんか、隣に埋もれてない？大丈夫？じゃあ行こうか。とりあえず、そうだね。あんま人いないとこ行きたいな。ここか、ここ人いないか。人いなくはなさそう。待って。怖い。あ、でもなんかいい調子じゃない？なんか、まあ、いい調子だと思う。よし、いいぞ。で、あんまり人にぶつからないように行くのがコツだと思う。うん。あんまり人にぶつからないようにね。人にぶつからないように行こう。よし、いいぞ。まあ、結構でも今、先頭の方走れてるんじゃないかなと思います。うん。いい調子。はい、ジャンプ。なんでジャンプできないの？ね、まあ、ごめん。なんでとか言っちゃダメ。うん、ごめんね。押してくれるのありがたい。これ押してくれるのありがたいよね、リフトが。よし。まあ、でもね、まだ全然先頭の方にいるんじゃないかと思ったけど、結構いるな、前。よし。ここで A ボタンでジャンプ。なんで A ボタン反応しないの？あれ ?B?A とか B とかじゃねえよ。丸バスだわ。バスボタンだわ。A とか言ったら怒られるわ。ダメ。気をつけてください。うん。よし。でもまあ、ゴールできそうじゃない？ OK、来た！ゴール！やったー！危な。40人中37人ぐらいだったね。ありがとうございました。そう。で、これで、その40人に入れなかったりすると、こう、ちょっとずつ脱落していくっていう。で、これを何ゲームか繰り返して、最終的にゲームクリアという形になっております。ゲートクラッシュ。動くドアを避けてゴールまでたどり着け。これめっちゃ難しかった覚えがあるんだよ。なんか最後の障害物が異常なくらいむずい。うん。まあ、頑張っていきましょう。うん。とりあえず、この最後、ここら辺、やばかったよ。まあ、頑張ろう。30人に入ればいいんだね。わかった。今何人いるんだろうか。まあ、わかんないけど。で、こういう時は真ん中行く。痛い、ダメ。で、こうとなしくここ行く。そう、痛い。ね、みんな踏まないで。で、こっち。そう。うわー、ジャンプ。ジャンプできるんだ、すげえ。ここだよ。あんまりその、なんか、焦って、そう、なんか、あっちこっち移行するとダメ。よし、いいぞ。で、これは、こっち。ジャンプ！おい、来た！よっしゃ！え、すげえ、結構早く行けたよ。1位とかは無理。あ、そう、こうやってぶつかるんだよね。うん。残念。オッケー、ありがとうございました。え、待って、ごめん、初2連勝でございます。本当に勝てなかったの。今、初2連勝には結構嬉しい。うん。じゃあ、どんどん行きましょう。フルーツパニック。飛び回るフルーツを避けながらベルトコンベアを進んでゴールまでたどり着け。あ、まあ、障害物を避けながらゴールまで行きましょうと。このなんか何もないけどフルーツがどんどん降ってくるステージか。うん。床が動くんですよね。うん。なるべくまっすぐ歩いてって感じなんだろうね。うん。まあ、頑張りましょう。よし。じゃ、とりあえず、どこ行ったらいいんだろう。端っこ行きたいね。端っこ。痛い。危ない。落ちるよ。待って。痛い。よかった。俺一人だけ落ちたんかと思った。よし。いいぞ。これ見極めてけ。ここだ。うえ、よっしゃ。よけた。いいぞ。待って。痛い。待って。落とさないでって言ったじゃん。もう二人ゴールしてんの？早くね？よし。そう、なんかね、なんか、この子帰ってくるとめっちゃ喜んでくれるんだよね。
ちょ、もう一回ぐらい行きましょうか。うん、初めて2連勝できたけど、ちょ、たまたまじゃないよってとこをね、ちょっと見せていきましょうか。うん、初めてにたまたまも何もないと思うけど。じゃあやっていきましょう。ドアダッシュでございます。この中に偽物のドアがあって、偽物のドアにこうぶち当たらないように、なんかあの、うん、走ればいいらしいです。ちょっと何言ってるか分かりませんね。まあ頑張っていきましょう。うん、私はどこでしょうか。私はどこでしょうか。こっちか。オッケーオッケー。な、鳩多いな、鳩多いな。まあまあ頑張っていきましょう。なんだこれ、鳥の楽園ですかね。え、どこ行けばいいの、どこ行けばいい。あんな勢いよくぶつかるんだね。これ待っとく、待っとく。あそこ、あそこ開くの。待って待って、ジャンプジャンプ。痛い痛い、待って待って待って、めっちゃめっちゃ今遅い遅い遅い。なんか外れのドアだらけじゃね。待って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 、めっちゃ置いてかれてる、めっちゃ置いてかれてる。はいはい。なんか荒ぶってね、荒ぶってね。ちょっと待って、あの行きたいな、どこ行きたいな。待って、怖い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 。よし、間に合う、行きたい。待って待って、お願いお願い。うわー、落ちた落ちた。待って待って、置いてかないで置いてかないで置いてかないで、俺もゴールするゴールする。よっしゃ、オッケー。じゃあやっていきましょう。スピンレースということで、これはさっきやったね。うんうん、まあ頑張っていきましょう。そうだ、とりあえず2連勝はしたい、2連勝はしたい。なんか俺の周り人いなくなったな。大丈夫か大丈夫か。俺の周りの鳥なんか大量にいなくなったぞ。まだ鳥いっぱいいんな。よしよし、これあんまりジャンプしないで歩いた方がいいってさっき知った。ほら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 、この鳥についていけばいい、この鳥についていけばいい。そうだそうだ、この鳥なんかうまいからついていけばいい。おお、すげえすげえ、超速い超速い。ナイス鳥、ナイス鳥、いい鳥してるよ。待って、痛い、鳥についてきたいだけなのに。待って待って、お前鳥、待って、お前お前、ちょ、オッケーオッケー、よしよしよし。ちょ、鳥早い鳥早い。待って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 、何も見えない。ジャンプ、よし、痛い、何かに当たった、何かに当たった。見えない壁があったんだけど、ちょっと待って、はいはい、痛い、うわーうわーうわー。待って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 、痛い。よしよし、一緒行こう。よしよし、待って待って、勝ちたい。なんか前にいっぱいいな、なんかね。待って待って、おっしゃ、なんで、なんかね、もうどなんかよくわかんないのに当たったんだけど。何、はい、ジャンプ、はい、ジャンプ。よし、待って待って、お願い、待って、ゴールできなくなっちゃう、できなくなっちゃう。待って。よしよしよし、いいぞ。よしよしよし。29人目、危ない。やったー、やったねー、イエーイ。このゲーム面白い。まあね、ゲーム実況者ともあればね、2連勝ぐらい、まあできますよ、できますよ。うん。まあ初めてだったけど。ロックンロール、協力してボールをゴールまで運べ、敵チームより早くゴールを目指そう。あー、玉転がし？そうなんだ。なんかいっぱい障害物あんな。何チーム？緑チーム？黒チーム？青チームか。めっちゃ色変わってんな。サボテン多いな。なんか、前すごいな。じゃ、転がせ。待って。なんか恐竜いいな。恐竜強そう。じゃ、転がすよ。はい、はい。俺、真ん中に持っていく。ずれないように真ん中に持っていく係するわ。はい。よし、いいぞ。よし、いいぞ。はい、はい、どうぞ。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 あ、ごめん。俺が引っ掛けてるよ、これ。大丈夫？よし。うまい。いいぞ。赤チームの方がちょっと早い気がするけど、まあ、気のせい。ビビたる佐藤は。うん。問題ない。よし、行け。おりゃ。痛い。よし。待って。変なとこ持ってってる。ダメ。ちゃんと押してけ。飛んでる。浮いてる。ダメ。なんで赤チームいっぱいいんの。ねえ、邪魔しないで、本当に。お前ら、その、なんか意地の悪さがこう、ね、顔に出てる。色に出てるわ。ねえ、ひどくないですか。ねえ、なんか二人とおちチームめっちゃゴール行ってるんで、なんか邪魔されてんだけど。ねえ、ひどくない。見て、この悲しそうな顔。お前らにはこの悲しそうな顔が目に入らないのか。
いや、それでもそんなに喜んでくれるお前好きだわなんでっていうぐらいそんな喜んでくれるような、ありがとう。はい、というわけでいかがだったでしょうか、フォールガイス。プレ4だとなんか無料で、8月いっぱいは無料でできるらしいんで、なんかうん、よかったらね、ダウンロードしてやってみてください。8月いっぱい、もう終盤だけどね、終盤に動画上げてごめんね、本当に。でも PC 版もあるみたいなんですけど、まだスイッチとかはないみたいです。うん、まあね、興味ある方はやってみてください。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。